こんばんは。聞こえますか？おお。おお。朗報祭りやで、今日は。おお、おお。アクトレーザーのリメイク。バカ野郎。まず買ったんや、俺。今日。仕事前に。5000円、7連勝した模様。で、楽天銀行も、ほぼほぼ復活した模様。朗報2。で、朗報3に、昨日俺は、プレステ3を、ガチャガチャしょったんよ、家にある。これが一向にアップデートが終わらんわけよ。アップデートし、なんか中止しましたって。壊れてるな、やっぱりって。58% で絶対死ぬんよ。ワイは、ブックオフ行ってきたからな、今日。買いました、プレステ3。これでプレステ1のゲームをできます！やったねって。7700円だった模様。2700円でプレステ3ゲット。そしてさらに雄大にもらったブレスオブファイア3は家で発見しております、私。つまり2が終わったら3ができるってことじゃ。どうしたん？プロなんて。お前らのためを思ってぞ、これも。ポケットマネーぞ、ワイのプレス3。ただ本当に動くのか、プレス3が今、興味この時代で。偉い！褒めて！もっと！お安い！これで俺は失われた時を戻すんや。最後の戦いが始まるんやで。パクリの村ある、あるんじゃない？えらい、ようやった！仕事前やで、しかも。しかしな、ちょっとな、2700円で買えるもんなん、そもそも。ちゃんと動くん。なんか10日だけ保証がつくって、レシートもらうとき言ったんやけど。言われたんだが。ティーポンにも会えるん。会えます。おそらく。ちゃんと動けばな、俺が買ったプレステ3が。ただ一番状態が良さそうなのも、なんかもう投げ売りみたいな感じで、10個くらいあったんよ。なんかもうサランラップで包んどるようなやつとか。で、俺は箱で買ったから。500GB の、ちょっと、画像を見せてやろう。これが俺の、最後のホムラだって。マジかって。あったぜって。今日この時代に、これがゲットできるかって。まあ、ゲオとかじゃなかったやろな、多分。これも一重に、あれや。ブックオフさんのおかげやで。こんばんは。カメクラブックオフ。でも全部揃ってるから、線もコントローラーも。懐かしい。これ1できるから畜生、2はできねえけど、これによりコンテンツの幅が広がるっちゅうことじゃ。初期型じゃないな、多分。その前にまず2を解かんといかんのじゃ、俺は。ネスト3、ちっちな、これ。7700円になります。8800円はなんか、もう一個あったんやけど、これはな、なんか、ギガ数が250とかやったっけな。んって。いや、初期型は言えばいい、別に。俺はプレステ1が起動できたらええんじゃ、それで。昨日試行錯誤しよったんやで、俺、自宅のプレステ3。ダメだ、これって。何回待ったか、その58%まで。10回ぐらい試した時に俺は諦めた。あ、ダメだこれって。仮想メモリーカードを作らないとダメなんだ。ワンするために買った。その通り！それだけのために俺は買った、これを。3買って1やるのか。だって1なんかできんもん。まずプレステ2でやろうと思ったら、この、何？分配器問題があったけん。それを解決するためにもプレステ3が必要やったん、俺は。で、運行が持っとるって言ったけん、ワンチャン借りようかなって思ったんやけど、それも悪いけん。三国志やりよるんでって。そうですか。じゃあ自分で探してみるわ、つって。探したら速攻1店舗目で見つかったっていう感じだね。アジャスの恩返し。
タクティクスやろ。タクティクスもあったような気するやけどな、俺ソフトは。しかしそれはどこにあるか。ブレスは見つけたんよ、俺は。昔送られとったんや。これな。これでまさかの開けたらソフトが入ってないっていう展開ももしかしたらありけりっていう。これは見てなかったんで。あります。CD もあります。あるある。いや、クソ神ゲーだからこれ。アクトレイザー。アクトレイザーはそれはまた今後の話じゃろ。そもそもリメイクってどんなリメイク？相当リアルになってるアクトレイザーってこと？つまり。それはそれでどうなの。そして秋競馬に向けての調整もバッチリって。俺育つなぁ、ほんと。おそらく明日ちょっと試してみるけど、今日買えんかったけん、まだ明日じゃないと分かんねえんだわ。これだ。ピッツイート。抜かりない。そしてさらに朗報、明日休みの模様。俺8連勝に向けて戦いに行くで。もう今本当に負ける気してねえからな俺。下手したらトロピが大爆発する可能性もありけり、10万オーバーの価値もあるで。きたー。あんまり遅くまでやりたくないのよ。早起きしたいから。8連勝あるで。負けた時が終わりの時よ。なく抜けた。まあ抜けたじゃろうな、完全に。あ、土曜か。そういや。で、さらに朗報でグラタン買ったもんよ、俺。藤井先生に習って。このセブンの鶏飯、カツオだし仕立ての甘辛タレ好きっていう、プラス、冷凍のマカロニグラタン。勝ちました。こんなにいい日はない。あっそう。何をやっても成功。そして辛いいかな。ピッ、ご機嫌。ピリ辛、ピリッとうま辛、一味唐辛子味。もう何やっても成功するイメージにしかわかんのだが、俺今日。人生バラ色ですやん。あざす。ご機嫌やがって。じゃあ、とりあえず進んでいこうと思います。